はい、皆さんこんにちは。バスケットボールスクールハーツの佐藤亮です。本日、いよいよラストですね。14日間連続トレーニング企画、ラストは第1級リズム第1級のジャンプ紹介していきます。ではまず最初手を見せます。今日お送りする BGM は、スタンドバイミーという曲を使ってやっていきたいと思います。第1級の、ジャンプになります。まずジャンプはですね、ジャンプのリズムなんですけども、1、2、タッタッタ、1、2、タッタッタ、1、2、タッタッタのリズムになります。なので1、2は食い込んで、3と4の間でもう1回3、4になります。3回踏みます。いいですか。3、4です。このうの時も3、4、3回飛ぶことになります。で、手のリズムは頭、肩、前、後ろです。これは、4拍子タン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 のリズム、タン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 のリズムなんですけども、下半身のリズムはタン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 のリズムになります。かなり難しい、ジャンプになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。以上で第1級のジャンプの紹介となります。もし1級合格された方はですね、前回 YouTube で、配信させていただいたプレゼント企画で、1級の色付きのですねステッカープレゼントしますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、以上で、14日間連続、リズムジャンプトレーニングの配信が終了します。この、リズムジャンプでですね、前回配信した通りリズム講座で配信したと思うんですけども、リズム感を向上させて、運動神経を高めて、いただきたいというのが私の一番の、思いです。なので、好きな音楽をかけて、ご自宅でですね、楽しみながら、できますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。ということで、14日間連続の配信企画、終了となりますけど、今後もですね、宮城ハーツの YouTube チャンネルでは、リズムジャンプだけではなくて、しっかりバスケットボールの、練習動画も、投稿、配信していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、そして、高評価もよろしくお願いします。で、今後ですね、番外編としてムズジャンプだとかちょっと難しいジャンプ、激ムズジャンプなどは配信していきたいなと思いますので、ぜひ、そちらもですねチャレンジしてみてください。はい、では以上で、14日間連続、配信企画終了となります。最後までですね毎日やっていただいた方、少しだけ、挑戦してみてくれた方も、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ではまた、またの動画でお会いしましょう。じゃあまたね。